ヤギ城、ヤギ城は、京都府南端市ヤギ町ヤギ及び、亀岡市宮前町新前周辺にあった、日本の城、丹波国三大城郭の一つで、黒井城、八城城と共に数えられている。キリシタン武将、内藤助安ゆかりの城としても知られる。JR 西日本ヤギ駅の南西にある、城山、標高344メートルにある、 複合橋も各式の山城である。城郭施設の広さは広大で、山頂部に本丸、塩根筋にも多数の車などの防御施設が築かれている。現在でも本丸、天守台、石垣といった遺構が地表面から確認できる。ただ、遠隔についてはよくわかっていない点が多い。八木城の記載されている資料は多く、大閤期、明智軍期、丹波風土期、 丹波後輩期、もみ池日記、内藤清水期、八木町市等があるが、日本上郭体系によるとこれらの資料は原資料の十分な考察がされないまま引きされ、それらがさらに孫引用され、誤りが多いのではないかとされている。また、丹波守護細川氏の守護代を務めた内藤氏の居城であったほかは、その存続期間や上主の系譜については明確でない点を多く、 八木城は有名な山城ではあるが、不明な点も多い。現行三年、足利高氏が丹波篠村八万宮での挙兵に応じた内藤武島猿、佐田房友が先行により、府内宮を与えられ、兼務二年、1335年に八木に入ったのが築城の始まりとされる。明徳三年、1392年、細川頼元が、 丹波守護に任命されると、官僚として、在京を常とする細川氏に代わり内藤氏がこの城を、守護所として丹波を治めた。満載事後日記の影響を三年、1431年7月24日に、と記され、細川氏の悲観となっていた内藤備前入道こと、内藤新章が丹波国の守護代となったことにより、 八木城は守護である細川氏、守護代である内藤氏の異勢を示すものとして、本格的に拡張さ始めたものと推定されている。新章は、下吉二年、1442年もしくは、下吉三年、1443年に死去あるいは、更迭されたようで、下吉三年、1443年6月には次の丹波国の守護代として、内藤幸貞が任じた。 また1449年、法徳元年 -1452 年、京徳元年には内藤本忠と交代していたようである。法徳三年、1451年、細川勝本が八木城山六に辰尾基事を混流した。八木村という地名にちなみ、郷を米山とする。その後、上原元秀が文明十四年。 1482年12月に丹波国主五代になったようだが、明王二年、1493年10月に、長潮屋禄との人情沙汰があって、同年11月に死亡したようである。大乗印寺社雑時期の明王四年、1495年8月24日に、とあるので、上原元秀の父の上原天家の没落後はうち、藤本忠氏が、 再び守護大に戻ったものと思われている。その後1505年、栄翔二年マイナス -1521 年、大英元年までは内藤忠政が守護大となり、続いて内藤国貞が守護となったようである。しかし細川氏綱、三好長慶に味方して以降、八木城は幾度か戦場となったが、細川良劇等によると、天文二十二年、 1553年9月に落城し、内藤国定も討ち死にした。その後、松永久秀の弟、松永長頼が、八木女王を奪還した。松永長頼は、三好主軍の中で、統合一存と並び早くから軍港を挙げ、三好長兄の信頼が扱った人物であったと思われている。戦国三好一族によると、丹波が十三年間にわたって、 三好氏の藩都であったのは、もっぱら彼、松永長頼の軍略によるところが多いと、解説している。その戦の天才も、多門院日記によると、A68 年、1565年8月、赤井直政の反撃にあって打ち死にしたようである。八木町は、内藤助安、内藤助安の居城として厳しい近況令、キリスト弾圧を受け、高難を避けるため資料の多くが、 恋に書き換えられたり、記録が抹殺されてしまったようで、その真偽を鮮明にすることが非常に困難となってしまっている。これが有名な城であるが、幻のや議城と呼ばれる、いわれで、現在も歴史研究家の調査が継続されている。内藤助安の母は、内藤貞夫フサ、ヤギクの論文、丹波や議城と、内藤助安では、貞夫は、 内藤国貞の後期ではないかとしているの娘でまず、大見国の浅井氏に突ぎ一石を設けたが、夫が病死思考を連れて、八木城に戻ってきた。その子の名は、八木玄馬といい、内藤助安の義兄となり後に、過労職を務めた。その後、内藤助安の母は、細川氏と再婚したが、またしても、夫と死別し、やギ城に戻ってきた。そのような中、内藤助安の母は、 松永長頼と三度目になる再婚をし、二子を設けた。五郎丸穂の内藤ジョア安と妹の内藤ジュリアであった。また、戦国三好一族によると、内藤ジョア安は松永長頼の実子または養子子と推定されている豊養子の可能性も示唆している。1553年、天文22年頃から八条城の城主であった。 はたの元清の勢力が拡大していき、丹波国を犯し始めた。当時の八木城の城主であった内藤国貞は、本売号の戦いで討ち辞任し、八木城で立てこもっていた内藤貞房も討ち取り、はたの元清軍を前に落城してしまった。この時、内藤国貞の実質勝丸は、湯浅宗貞が助けその米城でかくまった。八木城が落城したことに対して逃げ気した。 松永長頼は、出陣先から引き返し奮戦の末、八木城の奪還に成功したようである。この時の奮戦ぶりを、足利清によると、と記載されている。その時の恩賞として将軍から、内藤の姓を許され、内藤を胸勝と改名したようである。一方内藤助案は、山口方面より、お家騒動で、八木城を頼って逃げてきた女性がおり、 なおカタリナと言い,い、郷土仕上げによると、先例名しか分かっていないと、されている。また、内藤ジョアンの生涯によると、山口で起きた、お家騒動とは1551年、天文20年の唐高房の反乱、大明治の変ではないかと推察している。そのカタリナは、ゴロ丸マルと、妹、ジュリアを我が子のように育て、ゴロ丸マルと、ジュリアも、 カタリナの影響からキリシタンの道に入っていった。そして、A68 年、1565年5月に、K の南蛮寺で、ルイス・フロイスより洗礼を受け、ジョアンという洗礼名を授かったのではないかと思われている。そのような中、黒い城の城主、丹波の赤鬼と恐れられた赤い名を正と、八城城の城主は、旗の修士に代わり、 丹波国を手中に収めようと騒乱を始めたので、同年8月、松永長よりは700兵余りを引き連れで組した。氷上軍まで進んだところ、日暮れとなり、豪雨となったので近くの寺に祝陣した。しかし、この寺の僧が赤い名重さに密告し、夜中降りの野襲をかけられてしまった。松永長よりも700兵を指揮し奮闘したが及ばす。 ほぼ全員が玉砕したようである。内藤助ンが宣令を受けてから三ヶ月後に父を亡くしたことになる。父を亡くした内藤助ンは、ヤギ城の城主に収まったようで、ヤギ城を中心として、熱心な布教活動を行っていた。そんな中、現在記録が明確になっているだけで三度日本人、修道士、ロレンソ両妻招いたようである。ロレンソ両妻とは、ルイス・フロイスの弟子で、 九州から京都にかけて獲得した信者は6000人にも上ったと言われている。八木城には1572年、元気三年マイナス -1573 年、天正元年にかけて2回訪問した。この1573年、天正元年の初旬、2回目の訪問の様子を、ガスパル・ビレラの書簡によると、と記している。また1574年、 天正2年3回目の訪問の様子を、ルイス・フロイスの未刊の書簡では、と記している。八木町は、丹波国における、イエズス会布不況活動の本拠地となりつつあった。この頃より、内藤ジョアンこそ、上司とすべき派と、内藤国貞の実施、地下詰まる、後の内藤貞勝の擁立を目指す一派とでないそうとなった。そのような中、内藤定夫妻の兄弟は、 僧侶となっていたが、内藤氏の血縁でない松永長頼りとことあるごとに、反抗していたので、内藤ジョアンの母にとってはおじたちから、内藤ジョアンを上司になることを諦め、また内藤ジョアンの母もキリシタンに回収するよう、迫ったようである。しかし、内藤ジョアンの母は気丈な方であったらしく、癌として、これに応じなかったため、僧侶に殺害された。内藤ジョアンは父に次 母も亡くした。内藤ジョアンの生涯によると、母が殺されたのは1573年、天正元年の秋から暮れにかけてはでい,いかと推察している。日本史によると、母が亡くなってからの内藤ジョアンは上司のことなど一向に気にかけなくなり、戦国の世を渡り歩き、ますます信仰の道に深く入っていた、と記載されている。その後、内藤ジョアンは、 小西幸長の確証となり、文録、慶長の役で出兵し活躍した。また、徳川幕府より、キリシタン近教霊で、高山魂と共に、マニラに亡命した。マニラでは、生き神のごとき艦隊を受け、地域の住民からも慕われたらしく、最後は、妻マリア、妹、ジュリアや子供たち、地元の宣教師や、修道師に見守れながら昇天したと語られている。 73歳であった。天正7年、1579年、織田信長軍は、明智光秀を総大将に八条城や黒井城を中心に第二次丹波国政党戦に乗り出していた。そのような中、同年5月に、綾部城、玉巻城が落城すると、庭長秀、橋場秀ながらは、橋場秀吉からの要請を受け三木合戦の援軍として転戦して行った。 同年6月、当時この地域の一定の勢力を保っていた、八木城の城主、内藤有勝に軍を向かわせ、八木城を向上した。八木城は、自然の点検を利用した県城であったため、容易に攻め落とすことができず、明智光秀は和議を申し込んだ。しかし、内藤有勝はこれを拒否し、防戦に挑んだ。そこで、明智光秀は、 八木城の城兵に内通無本を工作し、これに応じるものがあり、木内の本丸、二の丸に火を放った。これを合図に、明智光秀軍は退去して攻め寄せ、ついに落城した。同年六月二十七日であった。この時に、城主、内藤有勝も戦死したものと思われている。内藤氏の一門であった、内藤正勝は、明智光秀軍を突破し発田城へ向かおうとしたが、 落ち延びる最中に、ちりじりとなって自害する者も出て、内藤正勝は大鳥が、極上に入場したが、ここで没したと思われている。これにより、室町時代から続いていた内藤氏は滅亡した。この戦いの様子は、内藤清水器を中心に記載されているが、内藤有勝、内藤正勝という人物が、どのような人物であったのかよくわかっていない。 ヤギクロウの研究によると、内藤清水器に記載されている、アリカツは架空人物。この人物にジョアンの実績を移し、ジョアンの名は消し去ったのだとしており、ヤギ城落城の内藤アリカツ部分は、ノンフィクションの可能性も示唆している。また松田喜一の論文、丹波ヤギ城と内藤ジョアンについてでは、同盟関係にあった、織田信長と足利義明が仲違いを生じると、 富士助安は、1574年、天正2年の秋以降、泉堺に移って、以後、吉明の元に走ったと、八木城の戦い時には、八木城にいなかった可能性を指摘している。いずれにしても、この時、内藤助安がどこにいたのか、改ざんされたりして、明確な資料は残っていない。廃城の明確な時期は分かっていない。福島勝彦によると、八木城は、 明智光秀による改修がなされている点を指摘している。また、国道478号のバイパス工事に伴う発掘調査が行われ、京都府遺跡調査概要によると、発掘調査地点は特に明智光秀により大幅に手を加えられた可能性が高く、また異物からも明智光秀時代の様相が高いと指摘している。内藤氏は滅亡し、丹波国を平定した。 明智光秀は、亀山城を築城し、丹波国の中心も亀山城に移っていくが、八木城は廃城を免れたようで、亀山城の市場として存続していた。本丸は、馬屋敷ぐるわの左手の一段高い台地が、本丸跡である。大きさは南北に10メートル、東西に13メートルある。八木城は1645年、正法2年に、木、所さざえ門。 赤い塔絵門らが測量を作成した、ヤギ城小絵図が残っている。この絵図には四方にごぼう積みの石垣が描かれている。現在この石垣は、約60センチメートルの土を被り石垣は見えない。先のヤギ城の戦いで落城はしたが、炎上はしなかったようで、怪人の跡は確認されていない。本丸の西側に突出してあるのが、金雪館うるわ。名前の、 金の間から推察され、金倉が創造されている。ヤギ城越えずよると、特別の石組みがなされていた一角があり、金倉との関連性が指摘されている。ただ、この車は、そのような名称より、城郭的に貴重な天守台の素型が指摘されている。これと似たような天守台が、松永長寄り方であった笑い路上の発掘調査で、隠されており、金星天守台の過時として、 八木城越えずにも記載されている。本丸の北東側に階段状の車があり、その中で一番広い場所が八木城越えずに記載されている奥型屋敷車ではないかと思われている。名称から両種の家族や家臣が山上生活を営んでいた場所ではないかと推察されている。本丸から西南側に一段低い場所が馬屋車で、 平坦地になっている。そこからさらに左側に進むと、3メートル程度の高い崖に突き当たり、それを登るとなだらかな平坦地がありこれが二の丸である。かなりの広さがあり、両側面は切り立っている。内藤五郎の館があったのではないかと思われている。それ以外にも車がある。それ以外にも北の出丸、北の丸口、屋敷車の車や岩屋口、 辰の口、トラマツ口、杉谷口などの孤高がある。八木町は国道478号のバイパス工事に伴う調査を含め山独の屋敷車部分を中心とした発掘調査が何度か実施された。この発掘調査から移行として石垣で護岸された屋敷跡や石組土工、石組井戸、谷を埋めて作った弾丸状の平坦地。 祖先の一部、異物としては、恥皿、中国政治機等が発掘された。またこの発掘調査で、古墳時代後期の祖先を焼いた釜跡を検出した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。